あちらが神戸電鉄、田尾寺駅、あちらが、岡場駅、田尾寺駅から岡場駅に向かって歩いてるんですが、まあもともと阪神淡路大震災前はこの辺り一帯畑だったんです。でこれ、水門なんですよ、畑に向かっての。でここが水路で、まあ、今日はちょっと雨降ってるんで水の量多いですけども、通常時からずっと水が流れてるんで、いつでも水引けるんですよね。ああいった水門がね、岡場駅から田尾寺駅、もしくは、田尾寺駅から岡場駅にかけて、たくさんあります。5箇所ぐらいあったんじゃないかな。まあ今ではいろんなところに家建てちゃって、で畑がなくなってる。で海外から小麦粉とか、年間400万トン以上、輸入してる。トウモロコシなんか、1500万トン。その辺のところぐらい自国でかなりの部分作れますんで、作らなきゃダメですよ。農業についてホームページ YKSK2 の農業について、40番台前後ぐらいにあります。そこ見てもらったら解決策、あります。